退職届を。こんにちは、シュペートアレックスと申します。実行発展コーチをやってます。ジョブというの言葉の省略を、ちゃんと長くするというのは分かりますかね。それはね、ジョブはあの JOB というのにしたら Just Over Broke、 つまりちょっとだけ破産の上、ちょっと破産に至らないまでですけれども、結構貧しいというのを、ちょっと昔はこういう冗談というか噂というか、その話もあったんですけれども、実際はその話はそんな遠くないんですが、どうして遠くないんですけれどもね、ちょっと考えてみてください。こうなんか仕事とかしたら、もう今とか就職したらとかね、みんなは多分こう安定した会社とかね、安全で行きたいだと思いますが、それは本当に安全のでしょうか。そして本当に幸せのでしょうか。自分が好きな仕事だったらもういいんですけれども、ただ自分がもらってる給料からもう年金までで、ずっと 50% 引けるって、それ本当に楽しいの生活なんだよ。ただ税金払いたくないというのは、ただし普通の労働者としてありえないのことですが、ただし企業者にとしてはそれは当たり前なものです。ちょっと雑に言ったら、そう、労働者は一生懸命働いて、リストラされないように一生懸命働いてる。で、逆に企業者は、自分の労働者は退職届を出さないまでちょっと上に払うだけ。このアンバランスとかもちょっと平行が取れてないというの世界は本当にいいのでは。自分は本当にこの世界で行きたいのですか。もう親とか言われたら、先生とか言われたら、みんなに言われたら、みんなは安定したいだから、自分ももう安定する、安定するというのは本当に自分の気持ちのではでしょうか。ちょっと自分のことを聞いてください。自分心を切ってくださいと言いたいわけ。そして今やってる仕事は、本当にその仕事は楽しい方やってる、あとはその楽しくないとはどうすればいい。実際はね、今は30歳まではたくさんの仕事を試せばいいです。もう例えばここに行って、この会社にいて、なんかちょっとだけ知識をもらって、はい、ちょっとこれ分かったねって、これはもう今面白くないから退職届出せばいいです。次の仕事に行けばいいです。どちらかというと自分の将来を本当にやりたいことために
あらゆるの場所から情報を集まればいいわけです。その情報をちゃんと集まれば、収集したら自分が他の人とより、まあ、メリットになる。そのメリットはちゃんと活かせば、仕事をやりながら自分のビジネスにもできるわけ。もし仕事なしには生きられないのなら、もうなんかちょっとした安定仕事はしたいんだけど、ただその安定仕事だけで幸せにならないと思います。安定した仕事はいいんですけれども、今退職届出せるというのは言わないんですが、ただ今はちょっと金があるからもう貯金するとか、貯金はあまり良くないんです、正直と言ったら。貯金はね、毎年は あるでしょ、インフレとデフレ、デフレとインフレで、そのインフレによってもう全ての国々はその 2% のインフレを目指してる。で、そのその 2% のインフレは、その金の価値は 2% に下がる。つまり今年の100円は明日は98円になると言いたいわけ。こう考えたら貯金するのは一番危ないです。だからもう貯金すればいいんですけれども、その金を投資すればいいわけです。まあ投資でも、まあ、2つの投資というの形もありまして、こうなんかフォンドの投資と自分がやる投資、どっちかというと投資家はマーケットを作る。フォンドの投資だったら、フォンド投資はもう向こうにも投資したら、それはみんなの金集まって、なんかちょっと安定したの企業にその金を投資するという。でそこからその、まあ、メリットが出たら、そこからそのパーセンテージをもらう。これはまあ普通のこのフォンドの投資ですけれども、もう一つの投資はもう自分が、まあ、これはちょっとリスクが高いですけれども、ただそのちょっと金の余裕だったら、まあそのちゃんと金をもっと上げたいというの金額とかもっと増やしたいなら、自分がまあ例えば不動産とか、あとは何だっけ、株とかですね、株とか、あとはもう最近結構流行ってるの、あのビットコインとかですね、仮想通貨ですね。でそこで投資したら、まあ、自分からフォンドじゃなくて自分から投資したらもっと金をもらう。ただね、こう投資するにつけは本当に策略が必要です。ストラテジー、策略が必要ですね。その策略通りで動けばだんだん経験がつける。でその経験がつけばつけるほど、何がなるかというと、こうリスクが下がる。そして自分のその経済知識が上がるにつけ、何かなると というとだんだんきっかけとか見えるようになるわけだから、もう仕事とか何でもいいですけれども、学校とか大学でいいんですけれども、なるべく早く、まだ若いうちにちゃんと自分の経済知識を重ねれば重ねるほど、ね、その投資知識ですね、投資知識ですけれども、何が一番必要ですけれども、4つですね。
最初は投資、あとは簿記、またはマーケットの知識と法律の知識、この4つでは本当にもうだんだんこういう知識を重ねれば重ねるほど、その含まれば含まれるほどなんかマスターになるんですね。もうなんか師匠になるみたいな形で、でその知識がすごく重ねれば重ねるほど自分のマーケットの価値も上がれる。で自分のマーケットの価値上げれるにつけ金も自然に来る。これは素晴らしいと思いませんか。だから今は若いうちにちゃんと失敗したら いくつ失敗してもいいです。その失敗したらまだ時間がある。またその失敗を繰り返すから成功につながる。そしてちょっとモチベーション的ですけれども、失敗なのは分析なしでは挫折。ただその失敗をちゃんと分析したら、ちゃんと見たら、何が悪かったら何が良かったかって、どうして失敗したのか、自分の反省ではなくてあくまで分析で、その本当に一つ一つの分析したら、だんだんこういう失敗は自分の成功につながる。だから成功したいならまずは100回失敗すればいいわけです。今ちょっと大げさですけれども、人によって失敗の数もあらゆるんですけれども、そしてその失敗の激しさですけれども、ただその失敗は自分のトランポリンとして使えばいいわけです。一貫挫折したら頭の中で自分の価値は上がった、だからこの失敗はトランポリンとして使ったら良いわけです。だからみんな最初から失敗を恐れずにちゃんと失敗してください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容は気に入れたら、まず高評価のボタンお願いいたします。さらにもしさらにその内容をもっと見たいなら、僕毎日アップロードしますので登録もお願いいたします。では自分をに嘘つけないで、そして自分の情熱にたどって今で。